はい、こんにちは。ハイデヤキチャンネルに来てくれてありがとう。今日は、カオルちゃんと、なんか雑談会で、1を取ったんだけど、2があるって言ったらいい、それや、もうやろうよ。そういうことになって、今日、カオルちゃんとの雑談会のその2です。で、いいかな。いいよ。男は5歳が上限って、男は5歳以上大きくならないよって、まあ、精神年齢だなんだけど、男はみんな5歳で成長が止まるよっていう話をしたんだけど、この続きがあるって言ったらそれをやれっていうことで、やることになったんだけど、これね、18君の映画みたいな話で、でニューヨークのドコモっていうカウンター事務所っていうかね、10畳ぐらいの部屋があって、いつも美人が2人おるんですよ、ニューヨークに、ドコモに。で、毎日のように喋りに行って、お客いないから、毎日来いって言うんだから、毎日行きましたけど、そこで、5歳、男は5歳ですよっていう話をしたら、その日本人の旦那さんがアメリカ人で、その通りだって言ってたんですよ。で、隣に座ってた30歳ぐらいの女の人が、それバカなこと言っておるのって、この柳沢っていうのは、どうしようもないバカだなみたいな話、顔して聞いとったけど、次の日というか、その日の夜に、その旦那さんを、まじまじと見たらしいんだよ。5歳かもしれんって。そしたら、なんか、だんだん腹が立たなくなったっていうんだよ。5歳だと思えばもう腹も立たんっていうことだけど、やっぱりその30歳の女の人の旦那さんも5歳だったということで、で、そのなんで男は5歳で進化が止ま、成長が止まるかっていうのは、人類の進化の中で、その男は5歳以上必要がなかったということなんですよね。これはまあ自分がそう思ってるだけで。でもさ、狩りとかさ、するのに、5歳じゃダメじゃね？ダメ、大丈夫。大丈夫なの？ 5 歳。体が大きくなる。大丈夫。5歳のまんまでも体が大きくなって、いろいろ。経験を積むから。あ、経験がプラスされる。だから5歳、精神年齢は5歳だけど、経験積むから。じゃあ50年とか60年経験を積んだ5歳児だったらできることがめっちゃ増えてるってことね。できる。全部できる。あ、そういうこと。で、その昔は、環境が悪かったから絶滅するような時もあったわけね。人類の危機っていうのがあったわけなんですよ。ですから、つまりこういうことで、丈夫な女に丈夫な子供を産んでもらってっていうことで人類がぐるぐる回って今日まで続いてきたから、この丈夫な女っていうのは誰が選ぶかっていうと、男が選ぶわけです。男が女を見て、あ、この女なら丈夫な子供ができるということで、ここの女に対して嘘を言ったり、張ったり言ったり、ほら吹いたりして近づくわけ、接近するわけね、なんてうまいこと言って。で、この子供を作るって、これが男の任務なわけです。人類に課せられた、人類の男に対する課せられた任務ね。で、その、こういう丈夫な子供を産めそうな女を、つまりこれセクシーっていう意味なの。これが、セクシーな女、どういう女か言うと、丈夫な子供が生まれそうだ。しかもすぐね。そんな3年も経っても、生まれました。これダメなの。もう即できなきゃいけない。だから即できそうな、女、これつまりセクシーってことなんだけど。で、これが男はこれが好きなわけね。好きなんだけど、それは人類の進化の中でそういうふうに出来上がってきたということなんだよね。即できるってさ、どこで判断してるの？いや、見た感じ、もうそれは DNA に刷り込まれていて、うん、例えばあんたがいると、もう一人女の人がいるとすると、男はもう、あ、こっちはすぐできるみたいな感じでもう判断してるわけだ。だって こっちに嘘を言って幸せにする、君と俺といる時が一番幸せなんだって、死ぬまで話さないぞとか言ってかやま言うぞみたいな嘘を言って接近するわけ、うん、それはもう直感で分かる。こいつはすぐできるみたいな。これはもう、だいぶ日に時間かかるので、やめとこう、やめとこうみたいな。こっちがダメだったらこっち行こうみたいな。全男がわかるの、それ。わかる。へぇー。で、それを、感じとしてはセクシーな女だっていうふうに感じるわけね。つまり、うん、だから、男の願いでもあるし、女でも、プロポーションがいい方がいいわけだもんね。健康だから。だから、男の願いと女の願いがここで一致するわけです。まあそういうことで、この生物全体として、この、こういうふうに、
オスとメスとか男と女が分かれとるというのは、この、その方が、その、環境に強いっていうか、その、絶滅を免れて進化できるっていう、これの方がいいということで分かれてる。まあ、花とか、野菜でも分かれてるんだけど、まあ、人類もこの、こういうふうに分かれて、この、男の方が、その、丈夫な子供を産めそうな方に接近して嘘言ったり張ったりって近づいていくということなんです。それが、うん、つまりその5歳だから5歳の、うんうん、そのぐらいの精神年齢でもう良かったわけ。それ以上必要ない。子供を育てるとかその産むとか男はしないから、だから5歳でこの成長がストップします。そういう、そういうことが言える。じゃあ最近さ、こう若い男の子はさ、あんまりなんかあれじゃん、女の子口説かないとかさ、言うじゃんね。そういうのはどういうことだろう。あれはね、野生味がなくなったんですよ。育て方やんか、一人か二人しかいない、すっごい大事にして大事にして、うん、まあ言ってみたらもう子供の時からもうすっごくこうなんか構えから書いて、もうなんかご飯が食べたくなる前にもうご飯が出てくる、なんか水が飲みたくなる前に水が出てくるみたいな感じだから、自分の希望を言わなくてもいいわけ。希望がないわけじゃない、うん、あるんだけど希望を言わなくたってもう大きくなってくるまで言わなくていいもんで言わないわけ。過保護ってこと。過保護ってこと、はあ、それは孫とか見ててもそう思うわけ。そうそうそう、うん、それはそのもう育て方がそういうその環境の中に生きていく、生きていくためにはどうしたらいいかっていうことで、親が育てないから、うん、学校の成績さえ、成績さえ良ければよろしいみたいな感じで育てるからそうなっちゃう。じゃあさ、すごい大事に育ててさ、良い子孫を残していこうと思ってるのに、逆にあれじゃんね、絶滅なんだ。絶滅じゃん。そこの家はそこでそのそこの息子の代で終わるわけ、うんうん、じゃあ完全に裏面出てんじゃん。ダメなんだから、それはダメですよって。大事にすりゃちゃんと咲くってわけじゃないのね。だから小学校も低学年ぐらいから無人島に連れてって、自分で生きて、もう1週間後迎えに来るから一人で行きなさいと。何その漂流、漂流期。それぐらいに育てないと、そりゃそうなるよって。無人島は聞いたことないけど。いや、それぐらいの、その、野生味がないと、うん、その、ダメですよ。だから自分はね、若い女の人に、うん、その今の男は希望を言わないから、どうしてほしいとかなんかね、うん、こうしてほしいとかこうしたいとか思ったとも言わないから、うん、女の方からこういうことを希望してるんじゃないかってこと言わなあかん、聞かなダメですよって言って。あ、それがこの前ね、あれしてたやつね、空港にいた時に、うん、男をこうなんだっけ、ひな鳥育てるじゃなくて、卵を返すじゃなくてさ。チャボタクラン方式。そう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 。もうダメだと。みんな希望がないから。希望がないじゃなくて、希望を言わない。言わないから。どうしてほしいって。女がぐいぐいリードしないと結婚できないよっていう。結婚できない。待っとったって話は来ないよ。じゃあそのセクシーな男が女が好きっていうのは結構昔の話になっちゃう。いや、今でもそうだよ。言わないだけ。言わないだけなの。言わないだけ。じゃあ気持ちはある。じゃあセクシーな女が余っちゃうじゃん。だから結婚できる人がいっぱいおるし。そういうこと？そうそうそう。それに経済的にその正規非正規雇用が多いもんだから、うん、こんな給料じゃ結婚してやってけんなということもあるわけじゃん。だから結婚でき、うん、女も結婚でき、男も結婚でき、そういうことなんだ。なるほど。でも実際は違うんだよ。子供、うちの母親が言っとったけど、子供というのは自分が育つお金は持って生まれてくるっていう。わかる？うん、全然わかんない。子供っていうのは生まれてきて大きくなるでしょ。そんなに助成金とかそういう話じゃない。そういう話じゃなくて、そのどこからともなくお金が出てくるっていう、その子供を育てるお金って。そういうもんなの。そう、例えば結婚するでしょ、子供がいな、できなかったとするじゃん、うん、でもう60ぐらい前からその人は子供がいないってことは、子供にかかったお金が残っとらないのおかしいことだ。1億円ぐらい、うん、だけど海外子供がまあ不幸にしてできなかったという人、お金なんかそんな1億貯まってないって、まあ1000万もありゃいいとこだ。
ということは、子供がいた、うん、その育ったお金ってどっから出てきたのってこと。まあ、ということは、子供が生まれてきた時に自分の育つお金は持って生まれてきたっていう、まあ、昔からこれは言われてる。うん、まあ、産みはなんとかなるってこと。なる、産んじゃって、もう3ヶ月ぐらい多いのに戻すわけにいかんじゃん。まあ、狭いところ出てきてるんだ。じゃあさ、お給料さ、夫婦揃って安くて、なんかこう4人目とか出ちゃいました、5人目出ちゃいましたな感じでも、特に計画とかなくても、どうにかなると。それは子供5人、6人おって自殺したなんて聞いたことない。子供多いで自殺しました。まあね。聞いたことないですね。大体多いんで、ぐちゃぐちゃやってるうちに、なんとなく大きくなってくんだよ。うーん。ああ、言ってるうちに。すごいね。で、お金は、子供がいるとお金かかるって言うけど、あれはね、親がかけ取る。うん、あのブランドの服着せたりさ、靴でもいいやつ買ったりさ、うん、塾行かしたり、うん、子供をもう丈夫、健康で丈夫ならいいやと思ったらお金いらん。まあそうかもしれない、ね。お金、親が、うん、アメリカに留学させたりさ、大学に行かして、うん、まあ多分そうかもしれない。どんだけ金かかってるの ?4 年間。いや、めっちゃかかってるね。バイトしてるかもしれないけどさ。まあバカバカしいぐらいにかかってるね。でその値打ちあるか、あるか、まあそれはまああるかもしれないけどさ、うん、いやないんじゃないの。はあ、で子供が何人おって、みんな大学学んだみたい、東京の大学4年間もってストレス、例えば何人か、えらいことよ親は、うん、そんな金かけるまでお金かかるんだ、それ健康で丈夫ならいいやと思ったら、いらんや。まあね、な、まあ、親が趣味でかけとる。趣味、趣味、趣味ですよ。趣味、趣味、趣味だね。だからいいで、お金あるんだからかければいいんだけど、かけんどこうと思えばかけんで済むわけ。うん、確かに、うん。俺も子供ちょっと多いけど、大変そうだよ。で、何人いるんだっけ？シークレット。なんでよ。シークレット。あ、4人ってこと？シークレットやって。4人？いや、いいよ。ほんで。そんなにいんの ?7 人も8人も。いや、そんなにおるわけ。俺は8人兄弟に一番下だよ。末っ子なんだ。8人、上に1、2、3、4、5、6、7、7人おる。で、8人目が自分だよ。へぇー。会ったことないでしょ。8人目の子供だよ。いや、うちのおじいちゃん。昔はだから。うちのおじいちゃんも90いくつのおじいちゃんは、9人兄弟の長男だよ。みんな、もう昔はもうできると全部産んだ。もう、野心、もう途切れることなく産んだ。すごいね。でもそれで人類は維持してきた。平安時代で、だいたい5歳まで大きくなる子供が半分なの。でね、うん、寿命は30歳だよ。そんな中で、だから女はもう大変だったんだ。もう育てながら次作る、育てながら次作るみたいな感じ。確かにね。だからそういう厳しい、だから中で、この、そんな、誰でもいいわけじゃないよ、子供を産むのは。もうこれはもう丈夫な子供見そうだって、これ選ばない。食料に余裕がないんだ。あね、効率的にいかない、ね、だから男が必要だ、5歳の男が必要だったんだ、うん、でもうまいこと嘘言ったりあの嘘言ったりさ、貼ったり言ったりして幸せにするから、ね、嘘に決まってるじゃんやめてよ、私これから近づいて未来ある身なのに、いやめてよ、だから嘘言ってるなと思ってるだから騙される女でないと結婚できんの、うん、その嘘、男が嘘言ってきたら、お前あいつまた嘘言ったなと思って見抜いたらダメだ、いやありがとうみたいな感じで信じ、もう信じないかっつってまあそんなことだと、それで、うん、なんだった、えで何人子供いるんだっけ、いやほんでちょっと多い、うん、多いってでも5人とか6人で、子供が今大体1人か2人じゃん、うんうん、でまあ塾行かしたらなんかして通知を5ね、うん、取ったとするじゃん、2人が、うん、足すと10じゃん、うん、2人だから、うん、土を開いて最高の5、うん、5と5だから10じゃん、うん、だけど5人いたら2取りゃいいじゃん、うん、2、5、10じゃんなるほどね、2って言ったら普通にが授業を聞いとるだけで2ぐらい取れる、そうなのね、私もよく思う、私 3姉妹でさ、妹2人いるけどさ、まあ妹2人が、まあ、結婚して子供1人ずつ産んでて、一番下の子はもう一人生まれるからさ、もうちょっと。もう足すと3じゃん、孫。もう十分でしょ、みたいな。いや、だからさ、こう、トータルでさ、3人の中のトータルで2人うまくいけばさ、もういいじゃん。
そうだね、トータルでね。トータル。そうだよね。欲張る必要ないよね。全員がそんなさ、同じ二次幸せにな、そんなね。それはね、三人いて三人とも結婚せんとかさ、孫一人もおらんなんて、それは親も寂しいわ。で、三人のうち二人が結婚して子供がおれば、おるわけだ。そうそう。ゼロじゃないもん。そう、何欲張ってんのね。だから、近所の人と話になって、この孫の話になっても、ついていけるわけじゃない。孫がおるわけだ。うん、確かに。おらんとこれは、ちょっと切ないね。ちょっと。寂しいかな、うん、おりゃいいんだよ。そう、もう、もう、双方でさ、トータル。トータルで、うん、うまくいけばそれでいいじゃんね。いいっすね、そうね。そう思う、私もそう思う。そう。だから、いや、ほんで、うん、子供なんていうのはさ、こういうふうに育てたいと思ったら大変なの。うん、健康で、丈夫ならいいやと思ったら楽やん。そう、であってほしいね、どの親も。いや、それが欲が出るんだ。出るでしょうね。ここの高校に行かしたいとかさ、誰かから聞いたらさ、うん、うちの子供ここ行ってますと言いたいわけじゃん。まあでもさ、であんたも言いたいための親が大学行かして、長女？長女。長。だって、かおるちゃんとこ行っとるのって言ったら、言いたいわけじゃん、親は。まあ、ここ行っとるっつって。うちの場合は商売柄さ、東京の大学って言いたかった。塾やってっから、親が塾やってたから。それは商売から子供が勉強できなきゃ。ああ、そうだ、ね。話にならん。そういうのもあったのよ。大体親は、だから東京、東大って言いたいけど、東大行ってないの嘘言うわけで、東京の大学って言いたい。だから、校舎は東京以外にあるわけ。だけど本部は東京にある。そうすると東京の大学になるわけ。まあ。申し込みはそこへ東京の本部に申し込む。ところが合格したら、どこの校舎ですかって言ったら、あっちの校舎ですって、もうすごい離れたの、東京の、まあ、東京じゃないの、ね、東京じゃないところの校舎に行くんだよ、授業に。だけど、親は、あんたのとこの、かおりちゃんどこの大学行っとるのって言うと、東京の大学って言えるじゃん。東京の大学だよ。言いたいのかな、本部が東京にありゃいいわけじゃん。言いたいのかな、言いたい、だから言いたいのか。それは東京の大学っていうのと、いや、静岡の大学とか、三重の大学なんて言うより、東京の大学もかっこいいじゃん。まあ、ね、まあまあ、そうやってね、人と比較して、こう、幸せを感じたりとかね、するみたいなのも、三重だ。あるんだろうから。三重だ。まあいいんじゃないの、どうせ。全部暇つぶしなんだからさ。いいじゃん。暇つぶしだ。いや、いいかな、こんな話しといいんじゃない、別に。全世界の人が見とる。うん。なんか言いたことある？いや、ないかな。何なの？夢は。夢？ここで？ここでやなく、なんか将来こういう夢は、ね、ない。そんな。俺見たら 8年で1億稼ぐの。なんかそんな欲があるよね。いやー、でもまあ好きな人もいるし。なんだろう、これ5歳ね、いいの、5歳で男は子供だからいいね、もともと知ってる知ってる、5歳ね、5歳が上限、これ絶対忘れないって言ってさ、人類、これニューヨークの人も5歳だって言ってたから、アメリカ人だから可愛いんじゃん、だから可愛がれるんじゃん、5歳と思うや、可愛い、可愛いよ、だから子供が5歳になると、男の子供の男になる、5歳ってことものすごい気が合うわけですよ、男も5歳だから、でそれで団結して母親に抵抗してくるわけじゃん。わかる？言っとるから。団結？もう子供とその男が、おいママあんなこと言ってるけど嫌だよな、あれ嫌。でも。とか言って、でも二人が、それ、いや今日彼にしてよみたいなこと言う。でもさ、実際はさ、団結してかかってくる。親2対1になる。母と子供が仲良くてお父さんはぶられるとかの方が多くない？そう？気が合うんだよ子供同士。まあ、女の子とお母さんは仲良くなったりするよね。それは、それはまあそういうことで、今日何を言うことだ、まあそういうことでまた YouTube でアップロードしますけど、今日はこのね、かおるちゃんといろいろ話をしました。男は何かっていう話です。こんな話をすいませんしました。
まあ、ハイデ焼きチャンネル来てくれてありがとう。